はい、志賀高原からですね、愛知県西日本ですね、そっち方面にかい、お帰りの方、高速道路に乗る前に、なんか食事したい人、ラーメン屋ちょっと見つけたんで、紹介していこうと思います。ちなみに僕は、高須のパークとベネランドで、あとスキースノボの専門チャンネルの R と申します。ですね、これが、あっちが志賀高原ね。うん。今日横手山 と熊野湯スキー場滑ったんで動画アップしたんで見てください。で、こっちが、向こうがね、高速道路の入り口です。信州中野 IC かな。はい。で、昨日はあそこの、なんだっけ、白馬47と五竜スキー場を撮ったんで、アップロードしたんで、ぜひ見てください。で、この道路が、国道292です。292。はい。292で、で、向こう行くとね、ずっと行くと、403か、403があって、こっち行くと高速道路がね、あるという道ですね。はい。ちょうど車がおるな。味噌ラーメンって書いてありますね。一心ですね。これが青木か。青木の、あれがあって。で、ここですね。一心。営業中。なんか、古びたおしゃれな感じですけど。で、味なんですけど、すいません。まだ食ってません。食ったら、コメント欄に書いておきます。はい。うまそうだな。うまそうだな。腹減ったんじゃな。食っていこうと思います。はい。皆さんもね、来てみたらどうでしょうか。うん。高速道路はね、割と近い。丸亀製麺もあるね。で、カラオケ屋もある。これね、昨日のね、夜中やっとったんですよ。24時間かもしれないですね。カラオケ、コートジャールですね。コートジュ、あ、まあ、すいません、日本語ポリスの方、ちょっとコメント欄に、そんな甘いとっちゃったんだね。この文字も渋いね、これ。渋いね、文字も。スタッフ募集。何食べようかな。うん。豚肉うまそうだな。はい、じゃあ食べていこうと思います。はい。コメント欄に書くで。